はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はですね、ガンダーの、おやつイベントの週なんですけれども、そこに、チャレンジでね、女の子6人入れて、選手を育成しろというのがありますので、それをやっていきたいと思います。デッキの方は、北節4人衆、3人はね、浴衣の、一族なんですけれども、浴衣一族プラスせっちゃんで、前回当たった騎馬妹と、はるかちゃんをお借りしてやっていきたいと思います。で、浴衣一族の方がまだね、テーブルの方が旧テーブルになってますので、実際多分テーブルが直るとレベル40でイベントボーナスは 60% くらいだったかな。で、タックの方も、70% に、なると思いますので、これはね、まだ伸びしろがあるというイメージで、見ていければと思います。とりあえずこれでやっていきましょう。で、今回ね、メカニクスを選んだのは、どこの高校にしようかなっていう感じですよね。結局これ全員デートして全員金徳取りに行くんで、練習がほぼほぼできないんですよ。で、練習をしなくていい高校で、メカニクスも結局は練習をしてロジカルポイントを稼がなきゃいけないんですけど、今回ロジカルポイントはね、どちらかっていうとおまけ的な、要素でやっていければと思いますので、一応メカニクスで、やってみます。暁はもう強化終わっちゃったけど、暁はもう絶対打倒で練習をしないといけないんで無理でしょ。で、シラスも青骨を踏んでいかないといけないんで無理でしょって、そういうのを考えていくと、メカニクスかなみたいなそんな感じで選んでます。で、本当はね、強化春英とかがいいんですけども、普通の春英でね、これをやろうっていう気にはなれないんで、強化春英が来たら、もう一回こんなようなデッキでやってみようかなとも思ってます。だ、最初は評価上げとロジカルマップをちょっと見ますか。で、ロジカルマップなんですけども、評価アップがあるじゃないですか。これは取っておきます。要は井戸端が発生した時のために。で、ちょっと組み合わせとかにはなると思うんですけども、彼女キャラって基本的に評価アップ持ってて、ただあんまり彼女キャラをね、重ねすぎると、この評価アップ結局1個しかないんですよね。なんか2つあるとね、だいぶ楽かなって思ったんですけれども、ちょっといろいろ試しては見たんですけど、評価アップは結局1つになっちゃうんで、これは井戸端用に取っておきましょう。と、あとそう、上限アップがね、すんげえいっぱいあるんですよね。もちろん彼女キャラすっげえ連れてきてるんで。金徳はないんですけれども、基本的には経験点を稼いでいきたいよね。で、回復力とかも結構重要だから、最初はここら辺を狙っていきますか。まだちょっと置いておきますけど。で、クリスマスはね、できれば、通常のマネージャーキャラでいきたいですよね。特にまだここら辺の北節浴衣一族がテーブルが弱いんで、どうしても経験点がね、下がっちゃうんで。はるかちゃんか、いいなって。もコツもね、取れるときに取っておきたいよね。浴衣一族はね、練習でどんどん強化が上がってっちゃうんで。で、騎馬妹はユニフォームバージョンですね。ユニフォーム系のイベントが来たら、見ていきますか。チャレンジステージ、うわ、ここら辺ちょっと何が何だか分かんない。一回、ちょっとネットでコンボの確認をします。全然使ってないからね。これはチャレンジ精神。この2人か。北節デッキはね、コンボもすげえいっぱいあるんで。チャレンジ精神。で、一番下が、成功失敗があるんだけど、成功するとパワーヒッターもらえるのか。いいね。でも失敗するとムード×になる。で、務まらないでチャンス、務まるで固め打ち。で、評価の上がり方が違うのか。これだとせっちゃんの評価が上がるんだよね。上だと、アンパンマンの評価が上がるんで、アンパンマンとか言ってますけど、俺はこの3人の中ではちかちゃんが一番好きですと。どうしようかな。ちょっとすいませんね、悩んじゃって。一番下もやりたいはやりたいけどね。騎馬妹もパワーヒッターくれるしね、うまくいけばだけど。ここかな、務まるにしておこう。ちょっと固め打ちを取ります。
って、あとは評価上げ、できれば彼女キャラ、あ、騎馬妹とかいいな、いいけど、せっちゃんもここ上げられるんだよね。もうロジカルポイントは、いや、ちょっと騎馬妹にしよう。騎馬妹は、クリスマスのね、経験値が高いんで。ボケ合戦。ちょっと待ってね。本当にこれ用意しときゃよかったな。で、これはアメリカが流し打ちで、ヨーロッパが意外性で、どっちも行きたいっていうのが、彼女がいると、まあ、ちょっと評価が下がっちゃうみたいなんだけど、両方とも彼女じゃないので、あ、両方とも彼女の場合は両方とも上がるのか。で、片方彼女の場合が下がっちゃうんで、両方とも彼女じゃないパターンは上がる。で、粘り打ちが取れる。これにしよう。評価もね、両方上がるみたいなんで。で、これはいや、わかんねえ。受けないにしちゃった。せっちゃんをまあ上げていきたいね、最初は。じゃあ、全然ロジカルポイント取れないけど、ハッチも一緒に上がっていくかな。で、喧嘩するほど仲がいい。これもちょっとイベント確認しないと。これは2人を止めるとやる気が下がるけど、両方評価が上がる。で、早急骨か。今サードなんだよね。で、この際はプレッシャーランだから、あれか、なんだ、月通崩し的なやつか。で、和ませるが失敗があるのか。エラーつくね。成功するとアベレージヒッターだけど、じゃあこれはプランナ一番上にしとこう。まあ、やる気はいいでしょう、下がったとしても。騎馬妹、ここはもう本当だったらね、こういうとこ行くんだけど、騎馬妹だな。何はともあれ評価。また早飲み競争か。まあ、受けとこう、とりあえず。こういうのでもね、上がっていくからね。で、コツはつかむとね、評価上がるからね。ちょっと少しロジカルポイントさばきますか、これで。ここを経由しないといけないのか。まあ、能力のね、直上げはなるべく上げてから取りたいんだけど、まあ、そうも言ってらんないんで。はるかちゃん、そっか、はるかちゃんも高かったよね、クリスマスイベント。なんかいろいろ下がったけど大丈夫か。どうしようかな。まあ、ここは騎馬妹ロジカルポイントも高いんで、やる気は上がらない。おお、来たね。これこのまま騎馬妹のデートを消化していこう。理由でしょ、悪くないでしょ。6人全員だからね。まあ、とはいえ、これは一応飲んどく。告白が来るくらいの評価までは上げておきたいからね。騎馬妹は大丈夫。あとははるかちゃんだよね。まあ、はるかちゃんが来るまではデートをしておきますか。せっちゃんももう乗ったよね。で、これだけいるとね、やっぱり空デート多分発生すると思うんで、それも考えて早めにデートは消化しておきたいんですけど、いないから、もうとにかく騎馬妹。騎馬との勝負は無理だな、これ。こんな能力で勝てる気がしない。で、これはちょっと待ってね。ハッチ、暴れハッチ、あ、これか。止めるといぶし銀、混ざると対左。あー、混ざるでどっちに混ざるかっていうのがあるのか。対左って結構珍しいよね。混ざってハッチ、これで対左が取れますと。こういうね、ちょびちょびしたロジカルポイントで稼いでいきましょう。せっちゃんか。13あるのか。まあ、13あるとはいえな。騎馬妹も4回目、そうか、違う、3回目か。
井戸端が起こった時のために評価戻しでちょっと最後のデートくらい残しておいてもいいかもね。まあ、せっちゃんも来たからね、彼氏になろう。でせっちゃんはねちょっと金徳がね不確定っていうところが若干きついかな。っていうかさ、これさ練習しないとさ監督の評価上がんねえじゃん、よくよく考えたら。いや監督の評価も狙っていかないと試合に出れない可能性がある。回復量とかいるか、そう考えると基本デートするからな。ちょっと失敗したかな。いるか。だったらなんか経験点とか取りに行った方がいいような気がしてきたんだけど、まあ、今更だけどさ、まあいいや、取るだけ取っとこう。でここちょっとせっちゃんの評価も上げつつということで、うん、これはまあ伸ばしておこう、どうせデートするから。これせっちゃんの評価もどんどん上がっていくね。これはなんか体力回復がどっかにあったけど体力は回復しないやつがいいよね、デートするから。はるかちゃんがあと乗ってるかなんだよね、乗ってないと思うんだけど。でせっちゃんは基本的に体力回復系のキャラなんで、おお、いきなりかよー、遊園地にしよう。まあ歩き回るでいいかな。ちょっとタックが来てると言えば来てる。あー、はるかちゃんいるね。これはちょっとやっときたい。技術取って精神も取っとこう。でここははるかちゃん、うわ追加が起きなかったか。はるかちゃんがいたときは最優先ではるかちゃんにしたいね。もうデートの配分がわからない。このままの配分でいって間に合うのか間に合わないのか。普通のね浴衣組もデートしないといけないからね。ここなんかよし OK、 これコツ取れるからねいいよね。本当はあれ回復するんだけどな。うん、はるかちゃんはいいな、いいと。せっちゃんも3回くらいまで進める。なんか評価的にせっちゃんの方がなんか高くなりそうな気がするんだけど、このままいくと。はるかちゃんの告白 OK、 来た来た来た、乗ったね。任せてくれと。これはもうはるかちゃんは無理だよね、狙うは騎馬妹だな。アンパンどうする、9か、プラ9か。いやちょっと怖いな、ちょっと怖いよ。やっぱりデートしていこう。もうひたすらデートの動画だなこれは。あ、せっちゃんか、まあいいやしょうがない。しょうがないってひどいよね。まあ、でもせっちゃんプラ子だからね、そういえば。ポイントは結構くれるか。でもうお出かけ、お出かけ。デートが落ち着いてきたらちょっと監督評価も上げつつっていうことか。あれ、これなんかあったよね。はるかちゃんの場合はデートの、2回目エスカレーターがローボール切った、階段が上り調子か。体力を回復する必要はないから階段にしよう。これも経験点を狙いに行きますと。バレンタインか、バレンタインはなせっちゃんじゃない方がいいんだけどな。でもこの評価量はもう確実にせっちゃんだよな。まあせめて大吉を引けたからよしとするか。バレンタインせっちゃんポイントくんないからね。で一応浴衣の一族もみんな告白のタイミングには乗ってるか。そっか、はるかちゃんって評価あんまり上がんないんだっけ。絶対上がらないかって言われるとそういうわけじゃないけど、デートでねちょっと後の方のデートでどこで評価が上がるのかを把握しておいた方がいいな。ちなみに最後は上がらないね。4回目は上がる、3回目は上がらない。4回目まで進めるか。
お出かけデート、じゃあはるかちゃん3回目、ではるかちゃんは練習で多少評価を上げていかないといけない。勝負だ。よくわかんない、結局どうなるんだ。あ、骨格きた。付き合おう。どの口が言うんだよ本当に。あ、いつの間にかポイントが溜まってきてるね。これは経験点を取りに行きたい。で、能力がね、直で上がるやつやっぱり上げてから行きたいんだけどな。かといって練習レベルを上げてもしょうがないしね。少し能力調整しますか。なんで弾道はまだせめてオール D くらいに合わせる。オール E か。まずは一応そつなくこなすで来てるんで。で、ミートが下だったっけ。ミート C まで上げようか。でパワーもちょっと上げとこう。上げらんねえし。じゃあ D でいいや。これでロジカルマップのこれか、ミートを取りに行こう。ほい、上限はいらないよね。こんなにいっぱい上限あるけどさ。で、はるかちゃん次4回目。ちょっと待ってね、はるかちゃんのさ練習があるかどうか。ないからハッチを進めておこう。今のところからデート1回出てるからね、すでに全体的な話で。これももう普通に下にします。上は評価が下がっちゃう可能性があるっていうところがねきついよね。何にも分かんねえし。まあ体力回復だったんだろうね。騎馬妹とか最近少し忘れ去られてんな。どうする？ハッチだね。うん、これも開けてくれるのはありがたいんだけどな。どうしようかな、まあ、上のここを開けておく。これで一応ポイントを取りに行くことができる。ハッチはいない。ハッチじゃねえや。はるかちゃんだ。ハッチはデートする人。こんだけさ、もう彼女いるとマジで分かんなくなるね。最低だな本当に。いや実際ね無理っすよ。まあ、俺もなんかどっかのその婚活動画で行ったことはあると思いますけど、5人と LINE してた時はもうマジで訳が分かんなくなったっていう。誰が誰だか分かんないって、誰に何を返したのかがね分かんないんですよ。で、じゃあせっちゃん3回目いきますか。ただせっちゃんは、まあ、割と進めていって大丈夫な気がするんだよね。まあこれは平何でしょ。何にも分からんわ。あ、臨時の鬼コーチ来た。これちょっとゆっくり見ていきますか。で、成功とね失敗があるんですよ。インスパイア、なんか漫画見てなんかその特訓をするみたいな、そんな感じかな。あまり細かく読んだことはない。おお、これだからダメだーみたいなことを言い出すと失敗なんですよ。で、これのいいところは筋力も80に上がってパワーヒッターのねコツを3で取れるっていうところですね。これでかいよね。ちなみに失敗するとパワーヒッターコツすら取れないんで、これなんかちょっと博士の評価が上がっていくやつを集中的に選んでいかないと。タックのさ、これ美味しいけどね。はるかちゃん、はるかちゃん一旦満タンに近づけとく。やっぱり追加よし。で、ここでも一応パワーヒッター取れるっちゃ取れるんだけど、取りに行こう。で、いやーこういうのもね行きたいよね。いや本当はここら辺こっち行きたいよね。タックプラスロジカルポイントたくさんみたいな。で、一応3回ずつで並んでるのか。騎馬妹がマックスではない。はるかちゃんもな、やっぱりマックスにはならないよね。これは練習を優先しよう。
チカちゃんとか、リョウチンとかってまだあれが来てないのか、そもそも告白が。ハッチって何持ってんだろう。ちょっと一回やろう。タッグプラスコツ、まあ、タッグもね火力が出るわけじゃないんで無視してやる必要もないんだけど、まあポイントか。おお告白来た。これ間に合うのそもそも。3月か、あ怖えな。盗塁、あとポイント的にさ、その何のポイントが稼げるのかっていうのもいまいち分かんないんだよね。そのデートをして、じゃあちょっとチカちゃんやっていこう。きたあ遊園地、あホラーハウス、いや適当だよ今のは。これも評価下げたくないからな、真ん中にしよう。これでだいぶ乗ったかな。あ骨格きた、流れに乗ろう。いやマジでわかんない、こいつすげえな本当に。このなんていうのこれ、安里くん、安里くんマジで尊敬する。こいつ毎週毎週電話しかしてないよね電話してデートしかしてない。でこれは打っていかないとダメだよね。それは代打だよ知ってるよ一応打撃力はちょっと上げてあるから、ミート B、 ここで弾道は3にしておこう。え能力的にはさ何 B くらいまでしかいかないかな。であと特能を取って、筋力ポイントとかねマップで結構でかいの取りに行きたいんだけどな。あパワーヒッター取っとけよかった、3で掴んであるから。あ4か、まあパワーヒッターなどなくとも学校だったらホームランは出せる。もう一回回ってきた、これは勝ちたい勝ちたい。誰か点を入れてくれ、無理か。同点だとポイントどうなんだっけ、ロジカルポイント5か、まあいいや。こういう時にねロジカルポイントを稼げればよかったんだけど、監督はまだ100かこれ厳しいな。カラデートがどれくらい起きるかっていうのが結構勝負だよね。今のところ2回、またホラー見に行こうでももう体力上限上がんないかな。あまだ上がるか、体力を回復させる必要はないからね。そもそもデート完走できんのこれ、ちょっと危なくないか。4月でしょ、計算してないけどさ。みんなあと2回ずつくらい残ってるからね。ビーチバレーで、ビーチバレーもねモテモテを持ってると、その全員みたいな感じでやると高額な方がね手に入るんですけど、モテモテ持ってないし、モテモテを取得したとしても結局あれで剥奪されるからねってことはやっぱりあれだな、コツでいくか。で本当はね経験点的には敏捷ポイントが稼げるハッチがいいんですけど、ハッチプルヒッターなんだよね。でプルヒッターはさすがにいらないから、逆境とかだとチカちゃんだから筋力か、まあ満塁男、こちらな。でうわすげえ、ここら辺もさでもみんなのテーブルが変わるともう少し底上げとかになるのかな。技術意外に足りてなかったかもね。まあでももうミートは B まで持ってったから、いやチカちゃん終わらしちゃおう。浴衣の一族はね練習でも全然上げられるから先に終わらしちゃおう。ときめくお祭り、これもビーチボールバージョンみたいなあれだよね。金魚すくい、あーなるほどね。 SR 以上だと金徳を手に入れる可能性があるのか。金魚すくいが競争心か切磋琢磨、花火が、流し打ちか芸術的流し打ち、最悪ここで取ってもいいかもね。
で今のところデートが進んでないのがりょうちんだから、りょうちんもしここで芸術的流し打ちが取れれば最悪デートはほっといてもいいっていう、ちょっとそれにかけよう。何パーセントくらい、はい流し打ちまあここで骸骨が取れるっていうのもあんのか。これどうすればいいんだっけ、あれが欲しい、ロジカルポイントが欲しい。指示を出そう、5か結局わかんねえわ。あとはるかちゃん、はるかちゃんとか全然出てこねえな。じゃあちかちゃん一回終わらせる。精神的支柱とイベント数としては結構多いのか、こういう浴衣イベントとかも含めると。そもそも消化できるのかっていうのも怪しくなってきたよね。ハッチも終わらせちゃいましょう。で5月になるから、結構厳しいな。切磋琢磨、骸骨取っときゃよかった。あと444444だから資産12でしょ。あた大丈夫か、12345789101111ギリギリじゃねえか。空デートあったら終わるな。りょうちん最悪ほっとくしかない。じゃあ甲子園で評価上げていくしかないじゃん。これ井戸端来たら終わるな、まあ、来るんだけどさ、騎馬もちょっと無理。これは体力を減る方にしよう。体力を減る方っていうか体力を回復しない方。あ、来たいやこれどうする、監督評価も下がるのか。監督評価95とかさ、これ試合出れねえじゃん無理だよ、本当に無理だよ。しまったな。ちょっと待って、ロジカルマップでまず上げる、評価を戻す。やっぱもう一個欲しい、もう一個欲しかったよ。でも6人入れるとね、なんかなくなっちゃうんだよね、評価アップが。とりあえずじゃあ騎馬妹1回やる。騎馬妹って最後評価上がんの、そこだよね。ほら頑張れ、噛み上がった、評価上がんねえし。りょうちん諦めるか、りょうちんは諦めよう、りょうちんの金徳ね。じゃあ騎馬妹上がんなかったから、ちょっと一回ここで評価を戻します。追加よし、これで騎馬妹はデートも消化して評価も戻して OK でしょ。なごみちゃんとか入れてくればよかったかな。俺なごみちゃん持ってないからさ、借りるしかないんだけど、なごみちゃん持ってれば最後にパワーヒッターくれっかんね。まあ、甲子園まで行かなきゃいけないけど、ちょっとパワー上げとこう。ちょっとオール D くらいに1回揃えます。でなごみちゃんだったらあの高校固有のイベントでどんどん評価も戻せると思うんで、まあ、なごみちゃんもありだったな。まあ、今回ね騎馬妹をちょっと入れたかったんでね、入れてきましたけど、騎馬妹評価戻ってなくね、もともと足んなかったんだっけ。いやマックスにする必要はないから分からん。まずせっちゃん、せっちゃんあと2回残ってるから多分戻るはず。でもこれさ1本にした方がいいって評価上がんだっけ。まあ、一応わかるか。マジ女の子に振り回されるよ。でせっ、ちょっと待ってね、はるかちゃんがいたらはるかちゃんと練習する。いないからせっちゃんを終わらせよう。よし、まあ、あとちょっと金徳取れるかっていうところがあるんだけど、これ会話の流れからだと分かんないよね。でせっちゃんも今2だったから絶対大丈夫、これ戻った。一応やるか。でどこにする、ブーストとかなんかかけなきゃいけないしな、ここら辺だと。まあここら辺にしとくか、よく分かんない、どこでもいい正直。
で、これはこれもあれか、多分ちょっとこいつのページ開いてねえかな、めんどくさいから射的噛んでいこう。精神固め打ちか、固め打ち取ってあるかな、なるべく取ってないことが良かったっけ。はるかちゃんやろう、一回練習します。来い、来ないか、マジか、きつい。はるかちゃん、ちょっともう一回やる、ちょ計算しないと。りょうちんはもう諦めたから、はるかちゃんがあと2回、はるかちゃんがあと2回か、いけんな。ちかちゃんもいるし、ちかちゃんの評価とかも戻しつつだな。よしで、あー、はるかちゃんとちかちゃんいるね、よしこれにしようで、ちかちゃんはもう絶対大丈夫でしょう。あ、そうだそうだそうだ、監督だ監督の評価がねえんだ、104マジか120必要だからね、これ無理だな。ちょっと代打で頑張ろう、代打で代打かいやマジきついわこれ。よし、知ってます、代打です。まあ、勝つことだよね、ちょチャンスいけそうだな。左もこれ1ずつ取っとこう、せっかくだから。ファヒタ4、内野安打、流し打ち、固め、粘り。あれ何が足りない、技術が全然足りないんだけど。逆境、ファヒタ精神的支柱、まあ、エピローグでねポイントはどんどん入ってくるからいいんだけど、あとどれだけこう満点でエピローグポイントをもらえるか。お待たせいたしました。危ない危ない、ここで俺が点を取っとかなきゃ、ちょっと怖い。そうだよ、もともとさこういう試合でさ経験点を稼ぐっていう方向性じゃないからね。イベントで経験点を稼ぐコツは、あーハッチがいるのか、あと騎馬妹なんだよね。そうするとハッチの評価も、はるかちゃんあと1回デートすればだって終わりでしょだよね。じゃあここはちょっと練習しとこう、せっかく来てるんで。キャッチャーはいいや、キャッチャーコツは取らないです。はるかちゃんは OK、せっちゃんも OK なので、ここは、はるかちゃんのデートを終わらせてしまいますと。はるかちゃんもまあ空手とあるんだけどね、でここは独身術が欲しいんで乗ります。いや最高よ、マジ最高よ、はるかちゃん、いや最強彼女、ほんとはるかちゃん欲しい。俺持ってないっす、ちなみにはるかちゃんは。もう次復刻したらね俺ガチで狙いに行くと思う。今のところ復刻キャラでガチ狙いに行くのが鳴海と風薙と、はるかちゃん、この3人はねちょっとガチで狙いに行きたいっすね。あとパワプラの日とかでね誰かが復刻するの、精神ポイントめっちゃ使うな。ちょっと待って、情熱エールだったら先に独身術取っておこう。一応精神ポイントはそれなりに余ってるといえば余ってる、技術が足りてないか、まあ、新キャラが来るのかそれともまあ、復刻キャラも含めてっていう感じになるのかは分かんないですけど、まあ、ガチャはね最近結構 PSR の確定とかもねいろいろ来てるから。うわ負けるぞこれまず点を取っておく、もう1回回ってくるよね6回だったら。よし、もういられない、よし OK、 踏ん張れよピッチャー、誰か知んないけど点は俺が取る。インコース見送ってストライク、だからピッチャーは抑えてくれ。第3球を投げました、打ちました、これはいい当たり、よしこれで甲子園はさすがに大丈夫でしょう。これで監督評価15ずつ上がっていくからね、これ絶対大丈夫だな。さて7月4週、
これは騎馬妹だな。ちょっと一回あげとこう。3しか増えないけど、まだ7上がるか。あれ、騎馬妹ってそんなに評価足んなかったっけ。25、22のコツか。騎馬妹がいるわけじゃないからな。ちょっとコツを取りに行くか。キャッチャーの可能性があるけど、まあそこはしょうがないとして、対エースか。まあせっかくだから取っとこう。技術だね。技術が足りてないんだよ。ここ取りてー。あと技術取れるとこって近く、ここまで行けないよね。まあなので、こここれに行きますと。できれば経験点が欲しい。よし、チカちゃんはキャッチャーと意外性の2つだっけ。ようやくここでか。技術が足りてないのか。ちょっとサードだから肩は欲しいな。ってやってると技術がまた足りなくなるのか。一発逆転は取っとこう。情熱エール、経験点が、これは必須だな。最後のエピローグポイントマックスが必須だな。お待たせ。2回の裏メカニクス攻撃に入ります。トップバッターは朝、初球打ち引っ張った、ファルボール。だからやっぱりさ、評価上げのマップがね、2つあるとだいぶ違うと思うんだよね。組めるのかな2つ。北摂4人組で組もうとすると多分無理なんだよね。純粋な6股、純粋にマネージャーキャラ6股でやろうとするとできるのかな。それもちょっと試してみよう。OK。ここからまた底上げしていこう。ちなみにイベントって全部消化できたの？それが分かんねえんだけど。騎馬妹乗ったか。最後大丈夫だったっぽいね。これはもうポイントを取りにメンタルでいこう。上限とか今更いらないしな。上り調子ここにあったか。こっちでラッキーボーイが取れる。ここも上限の方に行くからインコースだな。あ、ここ開けときゃよかったか。でも55か、無理だね。上限アップ1回もしてないからな。試合はあと2回。ブンブはあんまり好きじゃないんだよな。総力を上げとくか。さてどうする。一級入魂、これもう取っちゃっていいよね。まあ、せっちゃんのねいいところはね、初級骨がね告白で取れるっていうところだよね。でパワープロアプリだと1回せっちゃん強化されてるんだっけ。そのイベント経験点とかその金徳の成功率とかなんか上がってる気がするんだよね。パワープロアプリではそうなってるかもしれないけど、サクスペでは来てないはず。同じ感じでね、東条もそうなんですよね。東条も強化されてるんですけど実際には来てないと。こっちにはね。ゲー点がシュート、特進率やっぱいいよな。ゲー取りました。これで3。待て、これは見送る。からの、さあ次の投球、これも見送るでしょ。これシュート OK。 合格打法欲しかったなやっぱり。 OK。 ちょっと待って、メカニクスここはなんとか追いつきたい。入ってくる、入ってくるね。今日はツーランホームランを打っています。投げました。これはいやー、ポテンになれ。点を入れてくれるかどうかだよね。待ってきた。さよならだ。さよならを狙おう。ちょっと、おお、奇跡的に点を取ってくれた。これも狙い球なんだけどな。ちょっと無理だったな。しっかり見ていこう。これ入ってこないでしょさすがに。カウントワンボールワンストライク。第3球を投げた。これはボールでしょ。カウントは2ボール1ストライク。第4球を投げた。これだ、これはいったっしょ。
OK。 まあまあまあ、もう最後のね試合の経験点とかも重要だからね本当に。精神ポイントくれ、20ポイントありがたい。でこれは最後のマップなんで、えやるのがないんだけど、肩4上げとく。じゃあほい、4ってでも意外にでかいよね。サードだからね、肩は上げておいてよしと。守備だな、これはちょっと技術ポイントが欲しいからね。あ、ちなみに領地マックスになってないけど、あ、大丈夫か。選手キャラはね1ずつ上がっていくからね、ただ練習するだけで、それがでかいよね。まあ、両親のねデートが消化できなかったっていうのがちょっと痛いんだけど、やっぱり6人はマジできついよな。カラデートなかったとしてもさ、30周使うからね。ほぼほぼデートに費やさないといけない。でしかも最初の方なんてそもそも彼女になってないから練習しないといけないじゃないですか。序盤からねガンガンデートしていかないとやっぱ無理だね、消化はできないわ。おお、一応上行ったか。なるべくおお、シュートか。点は稼いでおきたいから。うわ、カットボールか。そうだよね、こいつカットボールだったね。でも7だからね、それなりにやっぱ切れるよな。見送ってボール、カウント2ボール2ストライクです。第5球投げました。1とか2だったらね、本当ただのちょっとスピードが落ちたストレートみたいなイメージで打てるけど、7とかになってやっぱ少しねカーソルを意識しないと今みたいに引っ掛けちゃうんですよね。メカニクスリードで迎える8回です。今日2本のヒットを放っている浅戸。ボール第2球、ナックルはナックルで実は結構打ちやすいんだよね。ある程度下目にやっておけば勝手にロックオンしてくれるんで。しかもナックルはね当たれば飛びやすい球ではあるんで。さあ、あとはエピローグポイント。甲子園優勝、まあ、2位はしょうがない。せっちゃん、せっちゃんは PSR プラゴ100くらいくれるよね。104対エース。アンパン、アンパンは、まあ、40、40、最後は20。りょうちん、ここら辺がだからねもう少し底上げできるはずなんですよね。でりょうちんに至ってはね俺まだ35だからね、騎馬妹で。なんか来週のさスペシャルウィークってりょうちんじゃないですか。ここであの上限解放したいなと思ってるんですよね。あ、これなんだっけあったね、はるかちゃんマジいいな。あ、打球伸びとか絶対足りねえしボールは無理。グラブ守備職人か。でもサーブだからね、バットだな、バットにしよう。いや、はるかちゃんほんといいわ、マジで欲しい。8300と、まあこんなもんだよね。でもまあ8000は超えるからね、なんだかんだで。肩はせっかくだから B にしておこう。ってかパワー結構余ってんな。もうパワーヒッターも取っちゃったからな。広角打法とか自家取りするか。で、あと掴まなきゃいけないの。一応チャンスメーカーをもらって、満塁ももらって、対エースなんて4だよ。で、便所が余ってんのか。本塁生還で、まあ少し、さばけるとして。かく乱とかどうする？だったら普通に総力上げよう。ミントもちょっと A にしておきますか。じゃあ足りないけど。で守備力はまあサードだから D でいいかな。で補給はちょっと精神が足んないな、 C で止めとく。でかつ敏捷がまだ余ってるから盗塁をこうして、で走塁結構安いから取っておくでしょ。
対左は技術使うからやだ。チャンス、あ、送球を取っておこう。20万でしょ。で、怪我しにくさ。いや、待って。そんなん取るんだったらチャンス1個取っとこう。で、打開。打開技術使わないからいいね。よし、これであと1個取れるな。ラッキーセブン。他のも見とこう。ラッキーセブンかな。ヘッスラとかはいいや。ダイナもいいや。アッキー打ちもいいや。ラッキーセブンだな。ラッキーセブン取って他なんか取れるものはもうないか。よし、で瓶子を多分1上げられるかな。ほい。で、まあこんなもんでしょう。まあ悪くはない、悪くはないということで、やっぱね、6股のね、で全員デートを消化するっていうのがやっぱ相当きついですね今回。りょうちん諦めてるんで、であとはそうですね、井戸端が起こった時のケアも大変なんで、できれば評価アップはね2つ重ねたかったんですけど、ちょっとロジカルマップ的にそれもできなかったんで、まあ、今回はちょっとあの北雪組をね入れたかったっていうのがあるので、まあ、こういうデッキでやってみましたけど、ちょっともう1回本当に、6股的なそのマップもちょっと考えて、6股的なメカニックスをちょっともう1回ね今やりたいなと思ってますので、まあそんなわけで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。